レッスン6、消える、なくなる、見えなくなる、具合、体の調子、経験、自分で見たり、聞いたり、やったりすること。高校、中学校を卒業した人が行く学校。ザーザー、強い雨や勢いよく落ちる水の音を表す言葉。仕事、働くこと、またお金をもらうためにすること。捨てる、いらないものをどこかにやる。絶対、そうでないわけがないこと。必ず。象、とても大きくて灰色をした鼻が長い動物。体重、体の重さ。